はい、えー、お疲れ様です。特価塾の久保です。今日は11月27日、日曜日なんで、相場は動いていませんけども、28日月曜日からの、まあ、動きをね、1週間を占うという形で見ていこうかと思います。今回、解説の難しいのはですね、まあ、いつも難しいんですけども、難しいという一言ではなくて、どこがどう難しいから、どのように対応していけばいいのかってことが分かればいいわけですよね。 で今、週足を見ていただいております、1週間ごと、月曜日にこの週足を見ていくんですけども、1つ目のポイントは、ですねこれが上昇トレンドを書いてるってことです、押し目を作って上昇、押し目を作って上昇、押し目を作るのかな、分かんないけども、ここからっていうことですよね。 先週はこのフラクタル画像フラクタル画像についてお話ししました同じような形でどんどんこれが大きくなっている山が大きくなっていって右肩上がりになっていくんではなかろうかってことなんですが今週1週間はこれ陰線なんですよねで上下にヒゲを出しているとだから陽線が2つ続けばこれがフラクタルで上昇していく可能性はさらに高まったと言えるんですがでも先週は陽線でその通りだったんですが今週は陰線で終わりそうなんですよねしかも上ヒゲがちょっと 大きいといととうことでもしかしたらここを頂点に転換してですねこれからはそこまで上の方に伸びずに下の方に行くかもしれないなというふうに週足で思えるんですよで難しい点って何かっていうと大きな時間軸がこれね下落の兆候を見せてるんですよ下落の兆候をね今見せてるわけですよねつまり今後こっちの方に下がりそうだぞと全体的に見ると今の瞬間この時点では右肩上がりなんですけども 親と思わせるところなんですよね。だから、週足ってのはこれから、ものすごく注目していかないといけないところになります。で、難しさは、この週足以下の買い足ってのが、この1週間の動きとね、ちょっと連動してないってところなんですよ。詳しく見ていきます。次はデイリーです。デイリーは、ここがポイントになってますよね。上がったんだけども、結果的には下がっちゃったと。で、1週間で切ると、こういう風な形になりますので、 だから先ほどのようなあ上ひを出した陰性になるわけなんですよねでこれ一見すると一見するとですよ下に向かう流れが止まったようにも見えるんですよここで止まってさらにもう一回上の方に上がろうとしてるようにも見えるんですよねでこれ以上下に行くとしたらここを明確に突き破って例えば28日から始まる1週間がですね下の方に向かうような形になっていけば本当にその通りなんですけども ここから反発して上の方に向かう可能性もあるんですよね。えー、そうなると、えー、先ほどの、周足をもう一回見てみますよ。周足の、こちらの方の下がりが、まあ、こっちの方にね、向かうようでしたら、押し目がもう一回やってきたかなと、三度目の押し目かなって判断する材料にもなるんですよ。だから、これがどっちに向かうか、今のところこれね、わからないんで難しいよって言ってるんですよ。ここ、この後、 どうですか上の方に向かうと思いますそれとも下の方に向かいますこれを見ていく1週間になるってことになりますねはいということは価格としては切り板でいきますけども138の780を上回るか下回るかをいつも見ていくっていうことになると思いますで4時間なんですがじゃあ一体月曜日はどういうふうに見ていくのかってことなんですよねでちょっとざっくり見てみますとこのレンジが今発生してるわけなんですよざっくり見ていくとねですんで このののレンジを下下回って下の方に行くのかそれともとりあえずは上の方を向かってねここと同じ水準までを回復するのかっていうところを月曜日は見ていけばいいってことになりますはいで最後1時間軸なんですけども1時間軸はねこれ上昇トレンドを作ろうとしてるとこだっていうふうに解釈できますそれは昨日もお話したところだと思いますけどもこういうふうになりそうだなってところなんですよで安値が切り上がってきてるわけなんですよね で高値も切り上がろうとしてるんですよこういうふうにでこちらっていうのは下に向かうことをねもう否定してるんですよ、まあ、というのが上からドーンと下がってきたのがここで NG を書いて下に行きましたよねで当然このネックラインを越えないようにそしてこのネックラインのもう一個のところで反発するように下の方に行きました次ですけどももう一回上昇したんだけどもここに反応するように下の方に行ったわけでしょ でも今度はこれはですねこの波動っていうのはここに遮られることなく突破しちゃってるんですよ。でもう一回ずれましたけどもこれがね今後もう一回突破してさらにここも抜けてここも抜けていくようだったらこれはこういう風なね三角形を描くことになりそうだぞというのもお話し,しましたよね。だから1時間に関しましては月曜日そこを見ていくことになると思います。 はい、じゃあ、こんな感じですね。えー、明日、月曜日の午前中どうなってるのか注目でございます。多分この動画は明日、FX オリガルヒの皆様と、それから速可塾限定動画の方、同時に流すと思いますので、今日は先行してオリガルヒの皆様だけにお見せしておきます。それでは、お疲れ様です。